皆さんこんにちは。今回はですね、前回夏前に夏服コーデというのをやったんですが、それがなかなか好評でまたやってほしいという声をいただいたので、今回は、ユニクロ第2弾をやりたいと思います。で、今回のテーマなんですけど、シンプルに着こなす秋服コーディネートということでやっていきたいと思います。その前に初めて僕のことを見る方もいらっしゃると思うので、簡単に自己紹介をしますと、僕はトップリーグのリコブラックラムズに所属する、現役のラグビー選手です。年齢は24歳です。YouTube では日々の、ルーティーンだったり、僕魚さばくの得意なので魚さばいたり、あと、ギターも得意なのでギターも弾いたりしているので、よかったら他の動画も見てみてください。僕のチャンネル結構ラグビーやってる人だったり、いろんなスポーツやってる方だったり、男性の方に見てもらってることが、多いので、ユニクロ行く人も多いと思うので、すぐ参考にしてもらえたらいいなと思います。で、僕自身すごくユニクロは大好きでよく行くんですけど、いろいろ今回も、めちゃくちゃいい買い物ができたので、個人的にいいものをお見せできるかと思います。ちなみに身長なんですけど、177センチで体重が90キロぐらいなので、サイズ感だったり、あと自分が着たらこういう感じになるなっていうイメージだったり、そういうのも含めて参考にしてもらえたら嬉しいです。はい。今回買ってきた商品がこちらになってます。で、ちょっと一つ一つ開けて見てみます。まず一つ目はこれです。じゃん。これはですね、ユニクロ U のエアリズムコットンオーバーサイズ5分袖ってやつなんですけど、これブラックですね。サイズは XL になってます。オーバーサイズになっているので、ラグビー選手だったり、結構筋肉ががっしりとしてる選手でも、着ることができていいと思います。これはね。ちなみにこれ3枚買ってます。で、これ同じ種類の、オーバーサイズ T シャツで、これ色はですね34ブラウンって書いてあるんですけど、こういう感じのなんかね、落ち着いた感じの色になっています。これもサイズは XL です。で、3つ目がこれです。じゃじゃん。色はグレーになっています。なんで3着買ったかというと、値段が税抜きで1500円です。やばくないですか？1500円ですよ。1500円でこのクオリティ、ユニクロ U はやばいです。半端ないですね。エアリズムなので生地もすごく良くて、これはめちゃくちゃいいと思います。基本あれですね、僕なんかもそうですけど、ラグビーやってる人もそうだと思うんですけど、秋でも基本半袖着ると思うんですよ、みんな。なので、全然ね、この今紹介した3着は秋大活躍すると思います。はい。後でまた外で実際に着て参考にしてもらえればいいなと思うので、はい。で、次がこれです。じゃじゃん。これはですね、まずこれズボンで、これがジャケットになっていて、これズボンとジャケットで、これはですね感動パンツと感動ジャケット、セットアップなので、これもめちゃくちゃ安いですよ。ズボンが3990円、ジャケットは5990円です。これ何がいいのかというと、こういったなんかストレッチ生地の効いてる生地になってるので、シワができないし、洗濯もできるし、もう完璧ですね。セットアップっていうのは結構ガタイがいい人、筋肉がある人とかが着ると、すごくかっこよく見えるので、シルエットも筋肉も、なのでおすすめです。これも後で着てみます。はい。で、ラストこれですね。これに関しては秋でも OK、 冬でも OK という万能型オーバーシャツジャケットになってるんですけど、これあれですね、意外と生地が薄いんです。分厚く見えますけど、思ったよりも薄くて、中がサラサラした素材になってるので、これしかも軽いんですよね、意外と。で、これもめちゃくちゃいいです。これもちょっとなんかダボっていうか大きめに着るのがおすすめなので、これも試してみます。はい。で、下はこれユニクロ T シャツです。もう着てるんですけど、これは前回の夏服コーデ、ユニクロの時にも買ったものなんですけど、これに合わせていきたいと思います。はい。ということで、外で着替えに行きたいと思います。はい。まずこれです。ジャケットのセットアップ、上下と、で、下はユニクロの白 T になってます。靴は白のスニーカーなんかが合うと思います。黒でも OK です。黒のスニーカーも OK、 黒白、シンプルな色立つとこういう感じになってます。後ろはこんな感じ。この裾もまくると、よりねカジュアルに着ることができて、これめちゃくちゃおすすめです。でサイズは下がウエスト85の76になってます。で、ジャケットに関しては XL になってます。どうでしょうか。これ着たら多分モテモテです。絶対モテると思います。これでちょっと彼女とかあと気になってる人がいれば、この格好で秋はデートとか誘ってみちゃったりしてください。であれですね、やっぱり僕のテーマはシンプルな着こなしなので、シンプルで、こういうアクセサリーとかワンポイントでつけるのはすごくいいと思います。はい、僕らやっぱ筋肉がある人っていうのはもうそれだけでもうファッションなので、無駄なね、ガチャガチャしすぎないようにっていうのが僕のイメージです。これは黒いスニーカーバージョンも参考になると思うので、黒いスニーカーをこういったシンプルなね、地味チューになってますけど、立つってこんな感じでどうですかね。また白のスニーカーとはまた雰囲気も違っていいと思うんですけど、僕は白でも黒でもどっちでもいいんですけど、黒の方がね、好きっていう人もいると思って、黒履くとよりちょっとね、より大人っぽさというか大人っぽく、見えるような感じになってます。結構イメージ湧くと思うんでね、黒はこんな感じです。はい、じゃあ次いきます。はい、で次がですね、このジャケットになってます。どうでしょうかね。こういう感じで、これはあれです、秋冬着れます。ちょっとこれもオーバーサイズな感じで、上がオーバーサイズなので、下はねこういう、タイトめなストレッチ生地の効いたジーパンなんかもあると思います。でスニーカーもシンプルで、とにかくシンプルですね。で今回は、こういった柄、チェックっぽい感じの、これ僕結構気に入ったので、多分今年の秋、秋冬愛用すると思います。ここもちょっとまくったりすると良くないですか。これもめちゃくちゃいいです。これもサイズ XL になってるので、僕が着てこういう感じなので、結構みんな着れると思います。じゃあちょっとね、こういった羽織系の服、どういう時に、彼女だったり気になる子だったり、貸してあげるか、シチュエーション今回もやってみたいと思います。でチームメイトも呼んでるので、ちょっと協力してもらって、はい、やっていきたいと思うので、ではスタート。はい、お芋買ってきたよ。はい、ありがとう。どうした、寒い？ちょっと肌寒くな、確かに寒くなってきたよね。確かにな。これちょっと貸してあげるね。多分これ似合うよ。ちょっと大きめだからね、こういうのもいいと思う。あ、いいね、めちゃくちゃ似合う。似合ってます。よし、じゃあちょっと行こうか。ありがとう。はい、はい、これはオーバーサイズの T シャツです。でこれ5分袖って書いてあったんですけど、ちょっとデカめの T シャツな感じがあっていいと思います。僕はこういう感じですね。めっちゃ良くないですか。これこの T シャツに関してはさっきも言ったんですけど、3着買ってますから、はい、黒。これね、生地がね、ちょっと見てもらうだけじゃ分かんないんですけど、これもエアリズムになってるので、めちゃくちゃサラサラで、汗とかかいちゃっても全然余裕になってますね。はい、こういう感じでね、これもまたシンプルで黒 T でアクセサリー、ワンポイントとか腕時計、ネックレス、何でもいいんですけど、やってあげるといいと思います。これだけでもシルエットすごくよく映るので、はい、おすすめです。でちょっと色違いも買ったんで、同じような感じですけどちょっと着てみますね。はい、はい、でこれグレーどうでしょうかね。雰囲気はまたちょっと変わると思います。グレーだと落ち着いた雰囲気になって、秋とか全然いけると思いますよ。こういう感じですね。どうですかね、なかなかサイズがない時もあるんで、お店に行くと、そういった共通の悩みを持ってる人はたくさんいると思うので、参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、 OK。 じゃあちょっとピンク着てみます。はい、これは、まあ、これ何色なのかな、これ何色っていうのかわかんないですけど、まあ、僕は、まあ、薄ピンクだと思ってます、勝手に。はい、で、これあれです、値段、まあ、さっきも言ったんですが、1500円、まあ、1600円いかない値段なので、これやばいと思いますよ。これ多分買う人急増すると思います。後ろこんな感じです。僕結構肩幅あるんですけど、肩幅があってもこういう感じで余裕があっていい感じです。よし、じゃああと、まあ、ラスト、前回夏服で、まあ、紹介したものがあって、でそれ秋でも着れるので最後それをちょっと紹介してます。はい、これ前回紹介したカーキのジャケットになってます。はい、これもめちゃくちゃ気に入ってます。僕らとかは、まあ、基本秋も、まあ、あと 1,2 ヶ月ぐらいは半袖で過ごすだろうと思うので、こういった羽織系っていうのは、男性の皆さん、まあ、持っておくと役に立つと思います。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。まあ、結構ね、最近めちゃくちゃ暑いっていう、まあ、日もねだんだんなくなってきて、夜も涼しくなってきて、まあ、過ごしやすくなってきたと思うので、まあ、今回こういう動画を、まあ、出しましたけど、まあ、ユニクロもコスパもいいし生地もめちゃくちゃいいし、ユニクロ大好きです。はい、まあ、今回はがたいのいい人が、まあ、似合う洋服をおすすめしましたけど、まあ、誰でもこういった洋服っていうのは、まあ、似合うと思うので、よかったら是非参考にしてもらえたら嬉しいです。はい、で、まあ、もしねコメントを書いてもらってすごく好評だったら、次は、まあ、冬バージョンもやったり H&M だったり ZARA、 前回 ZARA もやったんですけど ZARA もあったり、まあ、GU もあったり、みんなが行くようなお店も、あるので、よかったらコメント欄に気軽にコメントしてください。全部読んでるの。はい、ということで、今回もご視聴ありがとうございました。バイバイ。